同じ吉木です、劇団四季時代にお世話になった先輩とね遊ぼうということになって、今ニューヨークに来てます。朝9時集合なんですけど、僕が住んでるアトランティックシティからニューヨークに行くにはね朝4時半起きなんでね、楽しみですね。でもよろしく頼む。はい、ということでね、小野浩二さんです。あ、どうも、はじめまして。今日のゲストは小野浩二さん。劇団四季にも11年いらっしゃった大先輩です。一応劇団では先輩になるんですけど、先輩さんです。バレエのレッスンとかでお会いしたぐらい。そうだよ。だけど、はい、その年からずっとすげえなと思って。いやいや、やめてください。そんな、その YouTube チャンネルで、はい、こんなキャラだとは知らなかった。でも、なんか確かにちょっとおかしいというか、オタク系なのかなみたいな。あ、なるほど。なんかバレエレッスン中、優しいんですよ。教えてくれたりする。まあ確かに。そう、それがすごいなんか印象に残ってる。でもなんか、コウジさんと本当に見事に作品被ってない。被ってないのよ。フォローしてたら、あれなんかアメリカにね、なんかたまにニューヨーク来てるどういうことと思って、で、DM したの。ニューヨークに遊びに行ける距離のバレエ団を選んだわけです。やっぱりニューヨークに行きたくて、やっぱりカムラルで見た。え、見てないです。え、でもこれ見に来週見に。よかったよかった。見てなかったらもったいないな。いや、でもオムラルジ今度日本でやりますもんね。そうそうそう、ニューヨークといえば、はい、シティバイクじゃないですか。そうなんですか。マチネ公園、はい、を見る前に、はい、自転車でマハッタンを駆け抜けようよ。超楽しいなんですけど。それでは早速乗ってみましょう。ニューヨークでの初サイクリング。あ、本当だ。ブロードウェイダンスセンターじゃないですか。え、ここにあるんですね。はい。あ、そうですね。まあ、バレエ団をやめるだけで別に踊りは続けていきたいです。はい。ニューヨークを自転車で駆け抜けるってなんかすごい優雅ですね。あ、本当？はい。こっちちょっと外れてるから真ん中行ってほしいから行こう。ありがとうございます。すごいなんか。元気な先輩だ。あれ、これ歩道走っちゃっても大丈夫ですか？あ、アメリカではなんかどんな仕事されてるんですか？あのね、新作ミュージカルを作ってた、はい、プロデューサーみたいな。そうそう、あと死んでも出演してました。コウジさんほんとすごいですよ。だって早稲田出てて、もうで、もう劇団四季にも11年いてて、僕立教で7年半しかいないから、完全に僕の上位互換ですよ、普通に。じゃあ、草間くん、見て。はい。これがタイムスクエアを、はい、ここから、はい、これ、はい、うわ、すごい。ここから、はい、このセブンアベニューを、はい、ダンスになるから。うわ、気持ちいいっすね、ここ。アラジン3回ぐらい見ましたよ、僕。好きや。僕アラジン、なんか衣装がないって言われて出られなかったんですよ。あれだもんね、すっごい衣装あれかかってるらしい。だから一着、新着を作れないんだよね。でも今は多分増やしてるから、もう少しいいや、すごい。世界って狭いっていうかさ、そんな遠くないなって感じしない。確かにね。ビザ大変ですね。大変だよね。はい、就労ビザめっちゃ大変。大変ね。就労ビザ出してくれるバレエ団とかも少ないんですよ、実は。そうだね。だから俺はそれがすごいと思って。いつかって言っても結構近い将来に、例えばナンバーミーだったり、普通の全部英語で、はい、日本人とアメリカ人マジで。あ、夢がありますよ。やりたいんだよね。でもそのためには、小野くんがアトランティックバレエ団でプロとして踊ったように、俺ももっともっとこっちでまず実績を出しつつ、まだ俺もこっち来て4年目か。今は年齢なんて関係ないと思うマインドになったけど、はい、日本にいる当時はちょっと焦ってた。40マイル劇団にも11年いて、すごい素敵な環境じゃん。残って、まあ、楽しく過ごすのか、それともここで40マイルで一回勝負。学生時代にこっちに来て、トンプとシカゴとムービングアウトっていうミュージカルを見て、はい、でアメリカのブロードウェイミュージカルとか憧れたっていうのがあったから。外に出られるか出られないかって結構人生の分かれ目じゃないですか。でもめっちゃ怖かった。いや、僕も怖かった。怖かったし、今だって怖いよ。確かに。どうか分かんない。確かに。だけども自分の決断を正解にする方に持っていくというか。劇団四季にいる時って環境的に100点じゃないですか。100点か。あんまり欠点がないじゃないですか。ないない。だから本当に120点を目指して外に出ない限りは、そう、100点を享受した方がいいですよ。絶対にそう。どんなすごい人でも
辞めたらその一時的にもう収入とかってめちゃめちゃ落ちるじゃないですか。ゼロ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 そう考えると本当にすごいよね。いやすごいです。だって舞台出てなくてもお金もらえますもん。そうなんだよね40過ぎたら俺はもう尻に火つかるんじゃないかな。だからやっぱ35ぐらいで体力と情熱があるうちっていうのもあったかな。僕コウジさんと一緒に仕事したことないじゃないですか、うん、すごいなんか惜しまれてますよ人に。本当そんなことないでしょ、はい、もう多分そう言ってもらえるのは、はい、俺は本当に劇団四季のことは好きだったし、まあ、演劇とかミュージカル好きだから、まあ、本当にそんな感じで出てましたけど。アメリカ人の演劇めちゃめちゃ早いじゃないですか。めちゃくちゃ早い。でも僕も結構勉強したと思うんですけど、うん、なんかこう聞き取りが全然できなかったそれね演劇学校行った時に台本あるじゃん、はい、で台本読みするじゃん、はい、セリフ読んでんのに早すぎてその日合ってんのか分かんないぐらいもう読みましたって、ね、そうそうそう劇団四季は言葉大事にするって言って、はい、一音一音すごいゆっくり読むじゃんまだ今はねちょっともう耳が慣れてきたけどね。あ、本当知らなかった。何これ。世界最高峰のあれなんですよ。こっちの方にあるって知ってるんですけど、もう正確な位置までは。これ ABT なんですか。え、これ ABT だ。え、これ ABT 本当ABT ですか、これ。